はい、エポエポです。久々にグラセフやっております。本当に久々ですね。もう本当にずっとゴーストばっかりやってまして、で、まあたまにサイレンでグラセフを忘れていたという。でもう全くストーリーやっていないので忘れちゃいますよね。で、まあ、時々グラセフの、運転の感覚忘れないように、運転をしにだけ車1台売りにだけ来てるっていう感じですね。もうちょっと、皆さんと遊べるかなと思ってたんですけど、もうゴースト始まってから皆さん本当にゴーストに行ってしまっているので、なかなか、そう、まあ、自分もそうなんですけども、もう忘れちゃうぐらいな感じで、でちょっとまあここ綺麗じゃねと思って撮ってます。車売りに来たところの、意外とそこ海が近いっていうのを分かって行けるかなと思ったら行けたので、まあ海です、どこだよみたいな感じなんですけど、それでですね、そう、PS ホームで撮ろうかなと思ってた内容なんですけども、ちょっとお知らせがありまして、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、ですね、12月30日に、ビッグな方とお話をさせていただける機会がございまして、その方の、Ustream の方で、お話しさせていただく、で、まあ、それを生配信という形で、皆様に、聞いていただくです12月30日、もうすぐですね。もうあっという間でしたお話をいただいて、めちゃめちゃ喜んでから、でも結構先だなと思っていたら、気づいたらもうね、もうすぐです。そのビッグな方というのが、まあ、お二方いらっしゃいまして、お一人目が、その方のユーストリームでなんですけども、サンアンドレアス、イワティさんという方と、実況者さんと、自分の、この YouTube をやるきっかけと、ゲームをするきっかけをくださった白うさぎさんという実況者の方と、このお二人と、このちっちゃいチャンネルのエポが、お話をさせていただけるという、もう自分にとってもビッグイベントなんですけども、そうなんです、とりあえず泳ぎ続けますけども、あります。で、まだでも詳しいことは分かっておりませんで、12月30日っていう日付と、昼間の午後、イワティさんのユーストリームにてというところまでしか自分も分かっておりません。で、何についてお話しするとか、詳しい時間ですとか、どこに行けば見れるのかとか、そういった詳細も分かっておりません分かっておりません。で、詳しいことが分かりましたら、また改めて、どこかで
お知らせできたらなと思うんですが、もうすでにですね、まあ、私も何回も見ちゃったんですけども、岩Tさんのチャンネルの方でその生配信しますの PV を、作ってくださっておりまして、まあ、岩Tさんのチャンネル行っていただければ見れます見れます。ぜひ見てみてください。このね、エポエポが喜ぶ理由がわかると思いますので。ヘリ？え？ヘリ？ヘリの音する。あ、飛んだ飛んだ。乗れちゃう？ヘリ乗れちゃう？ラ・プエルタ。あ、乗れちゃう。これ私2度目です、ヘリコプター乗っちゃういきなり乗っちゃう。どうやるんだっけ。飛んだけどやばい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 、そうですね、空からお知らせをお届けしますかあー、やばい、難しい。そうなんです、やばい、ちょっと感覚がわからない。お話をさせていただく本当にまあ、チャンネルもそうですし、まあ、自分にとってもそうですし、かなりビッグなお二方なので、その方に、お誘いいただいて、まさか本当に対談というかね、こんな機会がいただけるとは信じられないと言いますか、違う、ちょっと下みたいですね。あ、見れた。これどうやって曲がるんだろう。あ、分かった。あ、なるほど。ちょっと高度を下げる。リトルソウル、本当に信じられないお話を今回いただけまして、ちょっと改めてやっててよかったなって思ってます。どうやって着陸するんだろう。このまま下に行くにはどうしたらいいんだろう。ちょっとマップ落ちないかな、この間に。どこに降りるの。分かんないけど、とりあえず高度を下げたい。もうちょっと地上に近く飛んで、降りれそうなところに降りますか。降りすぎかな。
真ん中とか降りたらどうなるんでしょう。降りれたらの話なんですけども、違う違う違う、危ない危ない危ない、危ない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 。これ失敗したら死んでしまうのかな。危ない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 、なんでこんなところ、危ない危ない危ない、降りれないかな、こういうところで。ダメかな。高速道路危ない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 、ね、止まって、着いた。無事無事成功こんなところこんなところに降りちゃったまあ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 いいか、置いてこうそうなんです、ということで、まあ詳細が決まりましたら改めてお知らせしようと思います。はい、もう超楽しみです、もう自分もで、まあね、自分が改めてお知らせしなくともという感じなんですけども、もしかしたらそう、岩手さんの方の、PV ご覧になってない方ですとか、ね、このエポエポの方で、知る方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないと思って、ちょっとすいません、話半分になっちゃったんですけど、ちょっとグラセフ久々というのもあり撮ってみました。まさかのヘリ乗れましたし、はい、まあお知らせでした本当はボンバーで撮るつもりだったんですけども、そう、 PS ホームもなかなか行けずで行ってないなと思って、うん、まあでもボンバーでもきっとそのうちというか、また撮りたいなとは思っております。はい、そうですね、近況としましては、そうですね、まあゴーストしかやってないんですけど、まあ初心者な、まあド下手な動画を見ていただきましてありがとうございます本当に皆さんからのコメント、ありがたく読まさせていただいております。ただアドバイスもいただくんですけども、なかなかそのアドバイス生かすことができずで、なんだよ、せっかく教えてやったのにできてねえじゃんみたいなふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、でも本当にかなり参考にさせていただいております。はい、ありがとうございます。そうですね、はいそんな感じです。あと自分の練習といいますか、一緒に遊んでいただいている方、お付き合いいただいている、先輩方、本当にありがとうございます。邪魔ばっかりしてすいませんっていう感じなんですけども、まあ、これからもどうぞよろしくお願いします。朝夜が明けまして、夜が明けまして、
そうですね、はい、まあ、何でしょう、またちょっとグダグダになってしまいそうなんですが、まあ、自分のペースでですね、本当にあのマイペースで行こうと思います、まあ、最後にもう一度まとまらない、すいません、最後にもう一度12月30日、ぜひ予定を空けておいてください。お忙しいとは思うんですが、皆さん多分あのお休みには入ってるかなと思うので、もう12月30日の、12時から、夕方まではあのぜひ開けておいてくださいということで、はい、エポエポでした。